アメリカ合衆国のミュージシャン。インダストリアルプロジェクトのナインチネイルズ、ハウトデストロイエンジェルスのリーダー。1965年にペンシルベニア州マーサーに生まれる。家族は両親と妹が数といたが幼少時に両親が離婚したため祖父母の下で暮らすようになり、クラシックピアノの教育を受ける。同時にロックに目覚め、クイーン、キス。 ピンクフロイドに熱中する。高校卒業後、アレゲニー大学に進学し、コンピューターを専攻しながら、音楽ユニット、オプション30で活動をしていたが、1年次で中退。その後、クリーブランドのスラム街に移る。ザ・イノセントに、キーボーディストとして在籍。この時に、高校時代に知り合っていた、ナインインチネイルズのドラマーとなるクリス・ブレナと、バンド。 エキゾチックバーズで再び出会いプロのミュージシャンを目指し、活動、1987年公開のマイケル・ J ・ホックス主演の映画、愛と栄光への日々で、トレント・レズナーラ・エキゾチックバーズのメンバーと架空のバンド・ザ・プロブレムズとして出演した。スタジオのトイレ掃除、楽器の販売、レコーディングスタジオのアシスタント兼管理人などのアルバイトをしながら音楽制作に励むも、 全く成果が出せず、ピーナッツバターサンドイッチで上をしのぐ日々が続いた。レコーディングスタジオの空き時間を利用して制作したデモテープを手当たり次第にレコード会社に送った結果、送り先すべての会社から契約を結びたいという返事が来る。その中でも最も高反応だった TVT 社と契約を決め、1989年9インチネイルズ名義のシングル、 ダウン・イン・イットにてデビュー。若い頃は、痩せ型で髪が長い文学青年風だったが、現在は坊主に近い単発にしており、筋肉質な体つきに変化している。コンピュータゲームを好み、コール・オブ・デューティシリーズなどをプレイする。ナイン・インチ・ネイルズのコを参照。ありがとうございます。